こんにちは。帰ってきました。田舎の50年変わらぬ床屋。いつ行ってもこのヘアスタイルです。誰が行ってもこのヘアスタイルです。ね。抜群の安定感で、10年前も20年前も30年前もヘアスタイルのメニューはこれ1個です。ですんでね、ロン毛にしたい男性入場禁止ですね。うん。ツーブロックにしたい方ちょっと難しいですね。ただ行って、座って、 何もオーダーすることなくそのまま染めるか染めないかだけです私の場合はいやー白髪増えちゃってねお願いします終わりねあとは町内の噂話世界に通用する話じゃありませんもうね町内のねどこどこの誰それさんが誰に文句を言ったとかね誰それと誰々が揉めているとかねそのぐらいのことですよまあなんせ町内に床屋さん一軒しかなくて他にお店もないんで もうそこが唯一のねご近所さんの交流の場になってます今日もねカットが終わってちょっとこう椅子に座ってね身支度整えてさあ帰ろうかなと思ったらカランカランとどなたかがいらっしゃったんですよそれは女性の方で「この前道を教えてもらってありがとうございます」っていう感じでなんかの迷子になった方なんですよねで床屋さんに飛び込んで道案内を受けて目的地に着いたみたいなことがあったんじゃないですかお礼になんか29%の弁当を持ってきましたね1個だけうん まあねそういう心配りの温かいそんな地域でございますねで料金は4500円、はい、4500円ですね領収書もレシートも出ませんので私が手書きの領収書を作っていっていつもボールペンで書いてもらってますそういうことですよ、うん、でもこの安定感がね50年間広告も出さずに キャンペーンも打たずに、値引きもせずに、ずーっとやってこれた、そんな秘訣じゃないですか。で、その床屋さんのドライヤーがあるんですけども、むちゃくちゃ家庭用のドライヤーです。むちゃくちゃ家庭用のドライヤーで、ドライヤーも使い込んで一回も買い替えてないんでしょうね。この線がね、もう、ボロボロになって、それをゴムテープでぐる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 巻いてやってるんですよ。で、最後乾かすときにそのドライヤーでバーンってやるんですけども、まあ風圧が、 業務用じゃないいからすすごく緩いんですよ乾かすのにも時間かかるんでその間やっぱりくっちゃべりが多いですよねのんびりとした時間を過ごしてそれでまあ最後乾くんですけどもそのドライヤーがバチ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 ,バチってねショートして火を吹いたんですよ「わわわわ」みたいな感じでねそのエピソードも特に消防車が来るわけでもなく消防法のなんかね、えー、大丈夫かみたいなところも別になく一つのよくあることとしてまるで。 あれね、こち亀のワンシーンみたいな感じですよね。それがいいんですよね。ちなみに、世にも奇妙な物語の中に、13番目の客っていう草薙剛さんのエピソードがあるんですけども、それはね、どっかのディスカウントストアの社長をしている草薙剛さんが、とにかくね、何でもかんでも安く仕入れて、こう叩き打って儲ける人なんですよ。で、その人が、結婚式の出席を求められて行く途中に、 商売の話をしながら、お、床屋がある。ちょっと、昼ぐらい剃っていくかみたいな感じで寄るんですよ。そあ、それが異次元の入り口で、結局その床屋さんに入ったら、うん、なんかこう、長い間ね、出てこれなくなっちゃって、結構いい話だったですよ、それがね。今度話しましょう。くしゃみがいつもなんで。行っ,てらっしさい。